はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、最近僕が購入して良かった、今見ている方全員におすすめできるライトをご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、というわけでですね、今回は、僕がね購入した照明っていうのがあるんですけど、そちらをね、まずご紹介するのと、あとこちらを使ってどうやって、いい部屋、いいインテリアを作るかっていうのをですね、合わせてご紹介したいなっていうふうに思っていて、で商品の方がですねこちらになります。こちらなんですけど、こうやってね、2つありますけど、これね、スポットライトになります。こんな感じでシンプルな構造のですね照明になります。このね照明を購入する時のまあコツじゃないですけど、どういう考え方で照明を取り入れればいいかっていうところも合わせてご紹介すると、まず、照明を選ぶ時に考えなければいけないのは、気に入ったものを選ぶっていうことだけではなくて、まずですね照明には役割があって、でその役割っていうのが2つあります。で1つはベースとなる照明ですね、部屋の明るさを保つための、照明、そして、演出としての照明、それがあることで、雰囲気が良くなるとかですね、それもの自体が部屋の空間のオブジェクトになるようなものっていうことで、2つのパターンがあるっていうのをまずね理解していただいて、それがどういうことかっていうのも後ほどね具体的に実例でご紹介しようかなと思います。とりあえずね、まあ、2つあるっていうのをね理解していただければいいかなっていう感じです。で、こちらのね照明なぜおすすめかっていうところなんですが、こちらの照明について、少しねご紹介すると、まずねこれ今言った、明るさをね保つためにも使えますし、演出としても、使いやすいので、こちらねすごく便利だよっていうところと、あとはですね見た目がねすごいシンプルね、こんな感じでこのねシリンダータイプというかね、まっすぐ直線的の円柱というかね、こういった形で、このねアームの部分も、こんな感じでねかなりシンプルな作りになっています。ライティングレールですかね、こちらねカチャッとつけて、電気をね通すような形になります。こちらなんですが、このような感じで LED の電球というかね、もう中に仕込まれていますので、こちらを購入するだけで余計なね付属品とか分かりにくい電球選びなんかも必要ないので、これだけあればもう OK っていうような照明になります。こちら2つ同じように見えるんですが、照射角度が2種類あって、これねここにね書いてあるんですけど、24っていう風に書いてあるのと、こちらですね、60って書いてあるのがこの辺ね品番のあたりに書いてあるんですけど、このようにですね、60度と24度っていうね照射角度ですね、これから出る角度、24度っていうとこのね照射角が狭い感じ、集中的に当てるような感じで、でこのね60の方は、もうちょっと広めで、スポットライトには変わりないんですが、ちょっと広めと狭めっていう感じで、光のね強さは880ルーメンといって結構明るさありますので、これねすごい便利っていう感じなんですね。24度の方が狭いので、スポットライトとして一点をね集中して照らすことができて、で60度の方は広く当てることができます。で今回はですねこちらね、24度の方を4つ購入して、60度の方を2つ購入してみました。でこれね1個あたりめちゃくちゃ安くて、実はねこれねすごいしっかりしてるんですけど、2700円で1個購入できます。めっちゃ安いですこれ。はい、でこれねかなりおすすめですね。で続いて、用途なんですが、これをねどうやって使うかっていうところをご紹介すると、24度の方、角度が狭い方はですね、光を当てたいところと当てたくないところを区別することができるので、インテリアの中のメインとなるもの、例えば僕だったら、テーブルとか椅子のあたりが、インテリアのメインとして考えていますので、そちらに、集中して光を当てることができるというところが、特徴としてあります。
ですのでインテリアの中のメインを引き立たせるっていうねやり方ができるっていうことですね。でそれとあとですね、逆を言うとあまり目立たせたくない部分を光当てないで済むっていうね、そういう、使い方、そういうメリットが、この照明にはあります。で、反対にですね、この60度の方、もうちょっと広い方はどうやって使うかっていうと、まあ、少しね先ほどより広い角度になりますので、普通の電球よりもですね、スポット的な感じなので直接何かに当ててもいいですし、あとはですね天井とかね壁とかにこれを当てるんですね。そうするとその反射によって光が拡散されて部屋のね雰囲気がすごく柔らかい光になって、部屋自体をですね広く見せることができるっていうね、そういった効果があります。これの、どちらともですね見た目は同じなんですが用途がね少し違うっていうことで、そういったようにですね使い分けするのがおすすめかなっていう感じになります。続いては照明の使い方とそれぞれの特性なんかを考えながら、この照明をですねどうやって使うとおしゃれなインテリア、雰囲気のあるインテリアが作れるかっていうところを考えてみたいと思います。はい。でまずですねよくあるシーリングライト、天井に1個つけて部屋全体をね明るくするような、照明がありますよね。これを使っているお家ってかなりいっぱいあると思うんですけど、これの特徴のメリットデメリットを考えていくと、まずですねこちらの照明、先ほど言ってるように全体的に明るくすることができます。天井に1点置くだけで部屋全体がですね、すごい明るくてこれだけでいいじゃんみたいなね、そういった使い方になると思うのでものすごい楽なんですね。もうスイッチパチッと押してそれで OK っていうよね、そういった楽なことはあるんですが、このね部屋のね雰囲気がね全然良くならないっていうのがですね一つデメリットとしてあったりします。先ほど冒頭で話した照明の特徴として明るさを保つための照明と演出をするための照明っていうのがあったんですが、このシーリングライトはですね明るさを保つためだけの照明になります。ですのでこれがあるからといって部屋の雰囲気が良くなるっていうことがほぼないですね。ですのでインテリアのね雰囲気を作りたいっていう時にはこの照明1個だけだとなかなか難しいということがあります。例えばこんな感じでこちらのね僕の自宅のリビングで夜で撮影したんですけど、こちらの照明1点だけだとこんな感じになります。こんな感じでなんかね、全体が明るくなっていて、このなんか何とも雰囲気がないというか、まあ、明るいのは明るいけど、まあ、このインテリアがいいとは、お世辞にも言えないんじゃないかなっていう感じで、自宅のインテリアの雰囲気が良くならないと言われている方のですね多くがですねこの照明1点だけで頑張ろうとしているっていうことがあります。こちらの照明は明るさを取り入れるための照明であって雰囲気を良くする照明ではないっていうね、そういうふうに考えていただけると理由がわかるんじゃないかなというふうに思います。でこちらの照明のいいところっていうのは部屋が全体的に明るくなりますので作業なんかにね向いてますね。パソコンをするとか勉強をするとか仕事をするなんかね、本を読んだりするのもいいかもしれません。はい、そういうね何かをやるときに、すごいね明るくて便利なんじゃないかなっていうふうに思います。これはこれでですね十分に使える便利なものだと思いますので、こちらはまあ使いようということで考えていただいていいんじゃないかなっていうふうに思います。でこの照明が強いんだったら弱くすればいいんじゃないかっていうふうにね思われることもあるかと思いますが、こちらをですね弱くするとこんな感じになります。こんな感じでねちょっと薄暗くてなんかね貧乏臭い、なんか昭和のなんか貧乏みたいな感じのね雰囲気になっちゃいますので、シーリングライトのね弱い光、天井からの弱い光だけっていうのはですねただ薄暗くて雰囲気が良くなるならないということではなくて、光の種類がですねそもそも雰囲気が良くなるものではないっていうことですね。はいはい。で続いてはですねペンダントライトについて少し考えていきたいと思います。天井照明の一つなんですが、シーリングライトが天井にぴったりくっついているものだとしたら、ペンダントライトはそこからコードが
垂れてきて、そこでね電球がついていくっていうような形になるんですが、こちらも使い方を間違えるとすごいねヘンテコなインテリアが出来上がってしまうので、こちらも特性を知っておけばうまくね応用できるんじゃないかなと思いますので、こちらの方もご紹介すると、ペンダントライトの方はどういった特性があるかっていうと、先ほどのシーリングライトが明るさを保つための照明だとしたら、こちらはですね演出の照明と言っていいんじゃないかなっていうふうに思います。例えばこちらって、天井よりも下の位置に光源があります。そして電球になりますので、部屋を明るくしようとしてこのねペンダントライトの光を強くしてしまうと、どういうことが起きるかっていうと、単純に眩しい、あの目線に近くなりますので、すごく眩しく感じてしまうんですね。その割にですね電球って全体にね360度に光るようなものになりますので、その電球があることで部屋全体が明るくなるというよりかはですね、眩しさが目立ってしまって、ペンダントライトでですね明るさを保とうとするとあまりうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思います。ペンダントライトはですねこういったようにシェードをうまく使って、でそれ自体が発光して目に直接当たらない方がですね居心地も良くなると思いますし、あとはですね雰囲気もねだいぶ良くなると思います。ですのでペンダントライトの照明はですね、好みもあると思うんですが、そんなに強い必要があまりないっていうことですね。例えば僕のねこのリビング、先ほどの夜撮影してみたんですけど、ペンダントライト今なかったので、ちょっとねコードと電球だけあったんで、そちらでご紹介すると、例えばですねこのような感じで、部屋がねちょっとぼんやり明るくなるっていうぐらいで、しかもねそのぼんやり明るい割にその電球自体は結構発光してるので、あの眩しい感じになってしまうっていうね、そういった感じがわかるかなっていうふうに思います。はい、で3つ目ですが、天井照明の差し込み口の部分あると思うんですが、あちらの方がだいたいね1つの部屋に1つぐらいしかないよとかですね、そういったことになりますので、例えばペンダントライトにするかシーリングライトにするか、ペンダントライトだと眩しい割に暗いよねとかですね、じゃあシーリングライトにするかみたいな感じでなってしまっている方もいらっしゃるのかなと思いますので、今回はですねこの天井照明のですね部分にライティングレールをつけることができるもの、照明器具をですねこちら導入してみましたので、そちらをねちょっとご覧になっていただこうかなと思います。僕が今回引っ越して購入してみたのがこちらのねライティングレールがついている天井照明になります。でこれねダクトレールとも言うんですけど、このねこちらは少しね長いタイプになるんですけど、こんな感じでですねこういったね差し込み口の照明、これをねカチャってつけるんですけど、こういうのがつけられるようになります。でこれがね何がいいかっていうと、複数つけることができるんですよね。例えば天井に1箇所しか口がないとしても、例えばねこれで拡張することができますので、これはねすごい、僕はね賃貸では有効な手段なのかなっていうふうに思います。はい、で今回ね、僕が購入した照明が、このライティングレールっていうタイプのものになります。ちょっとねご紹介してみたいと思います。こんな感じでですね、天井にこうやってね、あそこにコンセントというか、天井のつける部分があるんですけど、そこに、つける感じになります。ちょっとね近づいてみたいと思いますが、こんな感じでですねここをちょっと回して、この4箇所あるんですけど、これを回してですね、固定するだけで、これがどうなってるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、でこれなんですが、ここのね4つあるこのネジを外していきます。ちょっとこれも外しておこうかな。でこれをね外します。でこれを外すとこんな感じになってます。一応ね危なくないように手離しても大丈夫なようにね、このチェーンがついてますんで、こちらをね引っ掛けると危険はないかなっていう感じですね。でこの辺、これがですね天井の引っ掛けシーリングっていうんでしたっけ、この引っ掛けるタイプの電源になります。これをねちょっと緩めるだけで大丈夫です。簡単に外すことができます。構造としてはこのもともとマンションについているものに付属のネジをねここにつけてあげて、でそれをですねこの穴、この丸い穴ですね、こちらに通してあげる感じなんですよ。
で、これで通して、ここにね、スライドして、固定することができると。これで引っかかって落ちないようになります。こんな感じで、こうすればここで、止まっているので、固定されます。で、これをね、ネジで回してあげるだけで、あとはね、ここをカチャッとつけて、先ほどのようにですね、ネジ止めすれば完成と。意外と簡単なんですよね。で、これをですね、ここに通してあげて、とりあえず一箇所止めます。で、あとね、四つ角、止めてあげれば固定はされるので、これで大丈夫かなっていうところですね。それで、こちらのね、先ほど紹介したこの照明ですね、これをこうやってね、つけてあげる、こうかな、こうやってつけてあげると、照明がね、電気をつけるとつきます。ちょっとやってみます。こんな感じでね、照明がつきます。それでこちらなんですが、これをですね、このように好きな場所につけることができますので、下に向ければダウンライトのようになりますし、ちょっと見てみますか。はい、下に向ければこのようにですね、ダウンライトのように使えるし、上を向ければね、天井に照明が当たって、その反射によって部屋の全体がね、優しく明るくなったりとかね、あとはその他にもこれをですね、好きな場所に向けることができますので、こうかな。で、これでね、この壁に向けて何か壁に飾っているものに当ててあげたりとかもできますし、あとはですね、テーブルの上ですね、食卓なんかを照らすための照明としてもとても使いやすいと。いろんな役割をこのね、照明がやってくれるということで、24の狭い角度だったら下のテーブルを当ててあげたりとかですね、こちらの60度のね、広い方のタイプだったら部屋のね、明るさを保つために使うっていうこともできます。で、これをね、組み合わせて部屋の雰囲気っていうのはだいぶ変わると思います。例えばこちらをね、ご覧になっていただくと分かるんですが、一箇所だけに強い光を当てるとこんな感じでですね、雰囲気はすごいいいんだけど、周りはね、すごく暗いと。雰囲気はこのメインの照明として必要になるんですが、このね、壁に当てたり天井に当てたりとかですね、そういったものを組み合わせると明るさを保ちながらもスポットライトでメインをね、際立たせるっていうやり方もできますので、この組み合わせを使って、で、部屋のね、雰囲気を良くしていくっていうことが大事になるんじゃないかなと思います。それを賃貸でもできるのがこの照明になります。この照明ね、1個あたり2700円って言ってめちゃくちゃ安いですから、もうこれはね、誰にでもおすすめなんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回ご紹介したこちらの照明を、このね、まとめてみますと、ベース作りの照明にも使えるので、趣味嗜好にね、関係なく誰でもね、これを使うことができるんじゃないかなと思います。カラーの方もね、これ黒と白で2色展開でありましたので、まあ、しかもね、安いと。この照明はですね、数とか、あとはね、この角度とかですね、照射角とか、まあ、物理的にこの角度とかですね、こういったものが、自由に調整できますので、部屋の印象のコントロールもしやすいっていうこともあります。で、さらにですね、価格はね、2700円ってめちゃくちゃ安いっていうふうにご紹介したんですが、その割に素材感がめちゃくちゃいい。で、これね、多分ね、アルミかなんかなんですけど、このね、吹き付けされたこの塗装、このね、しっとりとした雰囲気、これがね、めちゃくちゃいいんですよ。このマットなホワイトというか、このね、ブラックも良さそうですけど、僕はね、この部屋、天井の方は白くしたかったのでホワイトにしたんですが、これね、めちゃくちゃいいですよ。これね、いろんな照明、こういったね、ダウンライトとかスポットライトね、探してたんですけど、ここじゃない店舗の方もあるんですが、こちらでですね、一番いいなと思ったものがあったんですけど、それをね、超えてくるようなコスパの良さ。これね、僕の店舗だともうちょっと暗い照明で、しかもですね、もうちょっとね、これサイズも大きくて、それで4000円ぐらいしてましたので、こちらがね、1000円以上安いってことで、しかもね、そちらの方がですね、プラスチックっぽかったんですが、こちらね、もう金属製なんですよ。めちゃくちゃいいですよね。で、これがね、価格と品質のね、バランスがおかしいっていう気がしてます。こんなね、LED の照明もね、買う必要がないです、これ、中に入ってるんで。はい。
というわけでね、これコスパ良くてすごい気に入ったのでご紹介してみました。普段照明ってあんまりねおすすめできるものっていうのが実は少なくて、その理由はペンダントライトとか、あとねスタンドとかそういったものって、まあ、こういうのもそうですけど、この演出に向いている照明なので、その人のですね趣味とかその人のインテリアのテイストなんかにも大きく関係してくるので、まあ、一概にこれがおすすめだよっていうことは言えないんですよね。でもこちらだったらもう誰でもどのテイストでも使えますし、まあ、これベースを作る照明にもなりますので、まあ、こちらね誰に向けてもおすすめできるなっていうことで今回ねご紹介してみました。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。